皆さん最近エビ,くくエビデンスっていますエビデンスいうのはあの科学とか実験とか研究によって分かったこれが正しい、まあ、これが真実だと思われるものをエビデンスと 呼びます。でも、エビデンスがたとえ真実であっても、エビデンスがいくつも集まって、えー、一つの話を作るときにその、その組み合わせる論理、科学的な論理っていうのが間違えてしまうと、すべてが嘘になってしまいます。そこを注意してほしいというお話をしたいと思います。例えば、コロナが初めに、こう、二千十九年から二千二十年の初め頃に起こってきたときに、えー、どうやら、えー、コロナ。えー タピオカドリンクをよく飲んでるアジアの国々では、えー、すごい感染率が低くてタピオカドリンクを飲んでない国では感染率が高いというタピオカドリンクが飲んでる飲んでないで感染率が違うよみたいな話がまあ、あのまことししに言われたりしましたり実は原因になってるのはどこの国かという問題でその国がたまたまタピオカを飲んでる国が多かったら、えー、感染率が低かったっていうことだけで。 タピオカが別にコロナをやっつけてくれる、こういうい原因因になった因果関係がああるわけではありません。これ因,因果というのと相関という、まあ、ここは難しいんですがどっちが原因かわからないんだけどとにかく両方関係があるとどこかに原因があるかもしれないという時にそれは相関と言います。お互いにどっちかが原因でどっちかが結果になっているようなものがある時にはそれは因果関係と言います。 私自身がかかった昔あの研究成果が出た時にはですねプレスリリースというのをして、えー、新聞記者の皆さんんとかに知ってもらうんです、ね、これあの東北大学の滝先生の研究成果で「記憶に関わる脳の海馬は睡眠時間が長い子どもの方がより大きい」えー「よく寝,た寝てる子の方がですねよくよく寝てるよ」って言ってる子の方が脳の海馬っていう記憶に関わる脳の部分があるんですがその大きさが大きいよっていうそういうプレスリリースでした。 これデータとしてはこういうこのスライドにに今見えているデータになりますこの真ん中に見えている白い部分が脳の海馬という部分なんですがこれ記憶に関わっているでこの大きさというのが一人一人に聞いてったんですよそしたらあのいやこのくらい寝てるよって言ったこの海馬の大きさをこうやって図の中に書いていったらどうやらよく寝てる子の方が、えー、たくさん大きいということが分かりました。でこれはエビデンスです 科学的な真実です正しいことですでこのプレスリリースをして、まあ、新聞記者が、えー、記事に書いてくれました次の日の朝ほとんどの新聞がこれ載せてくれたんですが、えー、ほとんどの新聞がですね間違っていましたどうなったかあなたの会話小さいけれどもあなたの会話よく寝た子はよく寝るとあなたの会話大きくなりますよよく寝ると会話が育ちます。 なぜかっていうと海馬が大きいということと睡眠時間の間に相関関係があるってことだけをエビデンスとしては示していてどちらが原因か因か果関係ままでは言ってませんただそれが新聞記事になった時によく寝るとそれが原因,が原因で結果として海馬が大きくなる因果関係で記事を書かれてしまったんですね。相関関係で プレススリリース出ししたたものが因果関係に変わってしまってまつまり論理が間違えて真実はエビデンス正しかったけど論理が間違えて記事になったのでててが衛生科学になってしまいまいすこの辺エビデンスだけが正しければいいかというわけではなくてそこの論理っていうのがとても重要だよっていうのを覚えておいてもらえればと思います。